はい、ハロー YouTube ということで、自分のことを好きな人が増えたらいいなっていうね、私の願いと祈りとともに、自己肯定感というワードですかね、日本人はその言葉好きらしいです。で、その反対側で言うと、自己肯定感があまりない、すなわち自分のことを好きな人が、まあ残念ながらあまり多くはないこの社会、かっこ日本であるっていうふうに言えるんじゃないかなという感じですね。で、第3弾撮ってみようかなって思ってます。まあでもこういうね、自己啓発系のことを言う人はたくさんいるんであれですけど、僕もね、本当にそこは実感したんで、この自分のこと好きとはどういうことなのかっていうね。まあ一般的に人よりかは自分のこと好き系のやつだと思うんですけど、てかもう、なんだろうね。極端に言うと自分のことしか考えてねえみたいな、ちょっと頭いっちゃってる系なのかもしれないですけど、もっと頭いかれていこうかなっていう所存でございます。ハローチャック YouTube。はい、ごちゃごちゃ話すとまたイメージが、話のバランス崩れていくんで、今回のそのテーマは自分のことを好きになっていく作戦、第3弾としては、素直さと、まあ、愚直に、自分と向き合うことであるというふうな感じでテーマをつけてみました。はい。で、やっぱりね、僕もその8年前、まあ、毎回出すんですけど、自分に嘘ついてた期間が長かったんで、きつかったんですよね。まあ、俺ロックだからよろしくとか、まあ、でも人格変わってきたっつうのもあるかもしれないですけど、まあ、なんかふざけた野郎だったんかな。今の方がある意味ふざけてるんですけど、まあ、簡単に言うと、かっこつけてたみたいなところが結構あってですね。本当は、そのお金とか回ってないけど、余裕ある素振りとかしててみたいなね。まあ、そういう人も結構いると思うんですけど、まあ、ダサいっつうかね、まあ、よくやってたなって感じですね。そんな感じで、素直さが足りなかったかなっていう感じですね。今ですと、本当に笑い話で、今日、実は、携帯の金額払ってないから、うまくいくと、契約解除になるんですけど、うまくいくとっていうかね、払わなかったらね、今日ね、まあなんとか多分払えることにはなるんですけど、こういうこともなんかダサいなと思って言わなかったんですけど、今はなんかネタになるし、どんどん言っていこうみたいな、みたいな感じですかね。例えばね、自分のダサいって思うようなことも素直にも認めて、まあ、YouTube やってるっていうのもありますけど、それをオンエアすると、リークしちゃうと、自らが。まあ、それって一つの素直さだとは思うんですよね。自分に素直になればなるほど、ある意味でね、周りがサポートしてくれるとか。だって素直さを消して我慢して無理してやるとどうなるかっていうと、ストレス溜まって、理がないとか、理がないと書いて無理をしてるということが、精神病んでしまうとかね、体壊しちゃうということになりますから。素直さがあることによって、あ、ジャッキーそうなんや、じゃあ、俺これやし、全然やりますよ、みたいなことを言ってくれるとかね。で、それって素直さがなすものだと思うんですよね。そう。だから、今回のポイントとしては、素直であれってことですね。で、これはもう人生レベルで素直さって、もう武器じゃないですか、多分ね。ごめんなさいとか、ありがとうございますとか。すいません、これできないです。どうしたらいいですか。申し訳ありません。ご迷惑おかけします。お手数おかけいたしますとかね。何も嘘ついてないからね。できないもんはできなかったりするから。それで迷惑かけるとかね、例えばこれも自己啓発ですけど、迷惑かけずに生きていくということも無理っていうのもあったりするからね。何かしら迷惑かけざるを得ないからね。迷惑しかかけてないレベルで、人って生きてるっていうのもあるかもしれないしね。まあ、僕なんて特にそうかもしれないですけどね、素直さ大事だと思います。素直になること大事だと思います。で、今回のポイント2としては、もう愚直にその素直さとともになんですけど、その自分を認めるっていう作業をやっていく。もうちょっと行き過ぎなぐらい、すぐネガティブに思う自分がいたとしたら、ああこうやったら怒られるとか、ああまたできなかった、どうせ俺なんてってなってるところを、いや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 、もう一人の自分を出してきて まあ松岡修造じゃないですけど、もうひあのいやまあでもこうやったしね、てかもう仕事職場に来ただけですげえと思うぜとかね。まあ例え話なんであれなんですけど、例えばだけどね。だからネガティブ癖を直して、それでもいいじゃんみたいな、
無理くりポジティブじゃなくてもいいんですけど、それでもいいじゃんみたいなね、許してあげる、すなわち認める、それが素直さかもしれないね、うん、みたいなことを愚直にやるってことですね。うん、僕、うん、そうだね、うん、僕もだから毎回出したりする8年前がそれで、今もずっと進化成長し続けててるって段階ですから、うん、愚直にやる、うん、意識的に意図的にやるってことですね、はい、みたいな感じです。素直さと、そしてね、ネガティブ癖がついてたら、ずっと意識して、ああまたやっちゃった、やっちゃった、違う違う違うみたいな感じで許してあげるみたいな感じです。はい、そうなっていくとどんどんね、自分が愛おしくなってきます。できない自分でも、できてる自分でも、おお、なんだこれ、なんだんだこれ、みたいな、笑けてくる感じっていうのが、いずれ出てくるかなというふうに思いました。ということで、自分のことが好きな人が増えたらいいな、作戦第3弾ということで、話の方してみました。毎回まとまってなくて申し訳ないんですけど、点と点が線となるというふうな感じにはなってるはずなんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。おっしゃりたいことありましたら、やっぱりこのテーマはみんなに、全員に絶対少なからず当てはまるはずなので、まあ結婚とか学歴とかなんかいろんなで、エイジフリーになって、軽やかな人が、